帝国時事放送午前のニュースです。セドリック皇太子殿下の要請により、帝国政府は昨夜から戒厳令を発令。戒厳司令部が設立され、臨時代表としてルーファス総督が就任しました。また今朝の時点で帝都のみならず帝国全土の鉄道網も制限されています。現在総力を挙げて容疑者の背景を洗っています。詳細が分かり次第お伝えするので、心を強く持っていただきたい。皆さんの怒りと悲しみは必ずや報われることでしょう。トリスタ放送午前のニュースです。陛下のご容体は一進一退を続けており、予断を許さないと発表されました。オリバルト王子殿下よりメッセージをお預かりしています。陛下は未だ人事不正で、正直予断を許さない状況だ。だが流言飛語に惑わされず、自分を保ち、家族や隣人と支え合ってもらいたい。希望の光は必ず見えるだろう。まさかアッシュが。最初は反りが合わなかったけど、決して付き合いは悪くなかった。何度も試練を乗り越えて少しは分かり合えたと思っている。絶対にこんな強行を起こすようなやつじゃない。私もそう思うよ。確かに路悪的なとこはあったけど、自分勝手でもいい加減でもなかった。なんだかんだ言っても必要な時は
ちゃんと協力してくれたし、でも確かにどこか様子がおかしかったかもしれない。ハーメルの出身というのも驚きでしたが、ティータさん、お知り合いに別の出身者がいるんでしたよね。うん、まさか他にも生き延びてた人がいるなんて。できればリベールにいるその人にも連絡してあげたいんだけど。通信は使えなくされ、気候兵についても運用禁止か。こうなってくるとアルティナのことも心配だな。うん、引き止めればよかったかも。リンくん、まさかあいつがな。俺の責任です。タフでしたたかに見えてどこか不安定なところがあるのは知っていました。ハーメルの件が分かった時に見せた危うさについても。なのに他の大きすぎる問題ばかりに気を取られて。教官、失格でしょう。そいつは違うぜリーン。俺もちゃんとした教官をやるのはこれが初めてだし、まだ半人前だ。それはトアちゃんも同じ。数ヶ月で完璧にやれるなんざ、そもそも傲慢ってもんだろう。そうだよリーン君、大切なのはこれからどうするかってことだと思う。アルティナちゃんだって頑張っているんでしょ。それは、先ほど緊急通信で臨時招集がかかりました。これから情報局本部に顔を出してこようと思います。でも大丈夫なのか、こんなタイミングで。心配ご無用です。ミリアムさんやアランドール少佐も集まると思いますし、それよりもアッシュさんの方が心配です。それは確かに、あまりに突発的で裏があるとしか思えませんね。それにあの黒いもや、どう考えても何かあるよね。ああ、何らかの暗示か薬品などの力で操られた可能性もあると思います。魔術的な何かが使われた可能性もありえそうですし、ですからできる限り情報を手に入れてきます。同じ7組の仲間放っておけませんから。ある、成長したな君も。ええ、頼もしいくらいです。臨時招集されようが、君の身分はトールズの学院生だ。理不尽に行動を制限されそうになったら緊急回線で連絡してくれ。それこそバリマールの力を借りてでも迎えに行く。リーン教官、私たちもだよ。絶対に迎えに行くからね。ああ、くれぐれもお気をつけて。では皆さんに無茶をさせないように頑張りますね。
いいな、断じていいな。鉄と血をあがなってでも正義は執行されなくてはならない。見事だ、シークローアームブラスト。親愛なる帝都市民の皆さん、そして全国民の方々、エレボニア帝国皇帝ユーゲントが嫡子セドリック・ライゼ・アルノールです。未だ陛下の重篤状態は続いています。無論最高の医療体制が敷かれていますが、容体は極めて危険とのこと。どうか皆さんも女神に祈っていただければと思います。ですが今回の件で再認識しました。現在の帝国が置かれている潜在的な危機を、今回の実行犯の背後にどのような国家が関わっていたのかを、そこで私は皇太子として、陛下の代理として、この件についての全権を委ねたいと考えています。ご存知、ギリアス・オズボーン宰相。そして今回事件の対応に協力してくれたルーファス総督に。戒厳司令部臨時代表ルーファス・アルバレアです。こたびの事件の全貌は調査中ですが、使用された凶器は判明しています。カルバード共和国ベルヌ社製、検知器にもかからない極めて特殊なタイプです。そしてここ数日、100名近い共和国人が帝都に潜入していたことも判明しています。帝国政府代表ギリアス・オズボーンである。今は陛下のご回復を祈るしかないが、こたびの件誠に残機に堪えない。どうして食い止められなかったのか、己の不甲斐なさに打ち震えるばかりだ。だが諸君、果たしてこのままでいられようか。度重なる国境侵犯に武力侵攻、あろうことか帝都に破壊工作員を大量に送り込んでの今回の強行。それが意味することは明白である。数百年に及ぶ帝国の宿敵、東の脅威カルバード共和国による宣戦布告であると。言うまでもなく、かの国は強大です。ハントは帝国に匹敵し、国力もほぼ同等、相当規模の軍事力も要しています。ならば我々は生き残るための決断をすべきでしょう。貴族も平民もなく、個人や団体の違いなく、この危機を乗り越えるため全国民の総力を結集することをお願いしたい。
それを可能にする画期的な新法を近日中に成立させる予定だ。国家総動員法、それがその新法の名前である。ガイブス、リンさん、演習地ですか？昨日の件と今しがたの演説、今一度7組で話したい。改めて紹介したい面々もいる。こちらは構わぬ、主任もそれでいいか？いいでしょう。こちらとしても状況は知りたい。だがどうやって演習地から出る？そうだな、 A 支隊の連中が外出を許すとは思えねえし。ええ、なんとかしてリン君が出られる口実を。まあ、なんとかなるでしょ。セリーヌ、確か旧7組の。ほう、使い魔とやらだったか。ほら、とっとと支度しなさい。私が案内してあげるわ。案内？ええ、演習地の一角に古いカシの木があるでしょ。そこから霊脈を使った転移陣で外に出られるようにします。そんなことが。便利すぎるだろう、魔法。私たちも連れて行ってください。ユーナ、クルト、ミューゼ、こら、お前たちは。アッシュがああなった以上、僕たちも他人事ではありません。アルティナさんも気になりますし、ぜひ同行させていただけると。っていうか、これって完全に特務活動の範疇じゃないですか。わかった、7組総員、特務活動を再開する。ヤリさん、やれやれ。まあ、手間は同じだからいいけど。リン君、みんなも気をつけて。危なそうだったら連絡しろよ。えい、行くならばせめて準備は万全にしていけ。女神の加護、くれぐれも気をつけるがいい。
します。毎度。ほなまた。毎度。今後も期待させてもらおう。
さあ、すべてを出し切るがいい。行くぞ。構えろ。防御陣、決心。行くぞ。下がれ。前。うなる。やるな。マイ、引くな。チリと風。俺の番だな。ハグ。俺の番だな。果てよ。行くぞ。マイ、やるな。マイ、構えろ。防御陣、決心。行くぞ。せい。面白い。行くぞ。うなれ。行くぞ。やるな。せい。負けられない。はっ。行くぞ。俺の番だな。はっ。遅い。果てよ。マイ、やるな。チリと風、使用権。俺の番だな。構えろ。防御陣、決心。行くぞ。やるな。マイ、ハグ。見事だ。見たか、八王が一刀。